こんにちは。アマゾエスサポーター、堀秀夫です。今日は、扱い NG 商品の中でね、割と利益が取れるんでね、やりがちな、バッテリー使った商品は危険です。いろんなものにね、バッテリー使われてますけど、何しろ、ね、日本の NEC だ、それから、パナソニックだ、ね、あるいはアップルだというね、もう品質管理に厳しい、パソコンメーカー、家電メーカーがよくリコールを出しているのが、バッテリーであるということを考えたらね、ちゃんとしたメーカーのチェックを受けてない、私たちが、安い値段で手に入るバッテリーってのはもう本当危なくてしょうがないと。で、これね、バッテリー使った商品を扱ってて事故が起こったら、輸出で儲かったとかね、そういう次元のお金じゃない、損害賠償を、請求される可能性が非常に高いです。だからね、劇的に儲かるならね、そのリスクを見越してやるってことも、あるいは選択肢とあるかもしれませんけど、逆にね、そんな大してね、このバッテリー使ったようなおもちゃなの家電なのっても儲からないんで、やる意味は全くないと、ね。危ないばっかでやるメリットがありません。バッテリーを使った商品は扱わないようにしましょう。これ動画集めときました。これ見てもらうとね、なるほど、これは危険だねと。ね、バッテリーってね、特にリチウムイオンバッテリー、ね、ある程度の容量のあるバッテリーは今、リチウムイオンバッテリーなんですけど、乾電池を想像するとね、そんな危なくないイメージありますけど、ほぼ爆弾っていうかね、いう形になってますね。これね、動画いくつか載せましたけど、なかなかね、迫力あるねって感じで。こんな事故起こったら確かに目も当てらんないねという気がします。ね、バッテリー扱わないようにしてください。それからバッテリーだけじゃなくてもね、他にもこのエスプーマ、泡立て器でね、ブロガーの人が死んじゃったという例もあります。ね、ガスも危険ですね。バッテリー以外にも危険な商品はあります。扱い商品、これ、大丈夫かなと、ね。これ怪我しないよなと、ね、いうような商品ね、念のため相談してください。こんなリスクがありますとかね、やめときましょうとか、いうのをね、回答しますんで、何しろ商品選び、ね、儲かる商品選ぶっていうのは大切なんですけど、儲かる、儲かんない以前に人が怪我するとかね、ましてや死んじゃうとか、ね、財産に重大な損害を与えるようなリスクがあるものは、これね、扱うともう本当に、なんだ、知らなかったで済まされないと、こうなるとは思ってなかったで済まされない事態なんで、商品選びは、慎重に確認しながら進めてください。ご質問、ご報告、確認お待ちしてます。アマゾンシサポーター、堀秀夫でした。